今日はスタジオの生成を利用してオーケストラアレンジを作ってみるよ。もうスタジオ動画もこれで10回目だけど、ようやく基本的な仕様の解説が終わった。だから今後はスタジオでどんな曲を作れるか、それをテーマにしていくことにするよ。まだ解説していないスタジオの生成が4種類ほど残っているんだけど、そのうち3種類がオーケストラ楽器だから、今日はオーケストラ曲をテーマにするね。本題に入る前に少し触れておくと、スノとワーナーとの訴訟が先日和解となった。この和解によって今後のスノは2点ほど大きく変わることになったけど、その2つの変更点がどちらもこのチャンネルにとって大打撃なんだよね。詳しくは今日の動画の最後に話すから、その話だけ見たい人は11分35秒まで飛ばしてね。それじゃ今日の本題に入るよ。まずは楽器指定生成ストリングス。ストリングスは伴奏もメロディーも担当できる。だからコンテキスト範囲の影響を受けやすい。曲全体をコンテキスト範囲にしてしまうと、伴奏もメロディーも全部演奏してしまうから、生成したい演奏に合わせてコンテキストを選ぶ。シンセと同じような使い方になるよ。今回はあえて曲全体をコンテキスト範囲にして伴奏もメロディーも全部演奏させてみようか。スタジオの中で踊る音、ビートに乗せて飛び込むよ。スタジオの中で描く未来。曲の伴奏を弦楽器パートに差し替えるのは特に複雑なことをせずに簡単にできる。弦楽器パートだけを曲に入れてオーケストラ風と呼ぶこともなくはないけど、やっぱり木管と金管の音も欲しいね。ということで次はブラス生成を使おう。ブラスは通常の生成と同じようにジャズ系とクラシック系の二面性を持つ。スタジオ生成だとコンテキスト範囲を選ぶことでこの2種類を切り替えることができるよ。要するにコンテキスト範囲がクラシック風の曲調ならブラスもクラシック風になる。コンテキスト範囲がそれ以外の曲調だとジャズ風やポップス風の伴奏になるよ。つまり先ほどの例ならコンテキスト範囲をストリングスだけにすればクラシック風になる。それじゃ次は先ほどの弦楽器パートに金管楽器パートを加えてみようか。最初にストリングスでクラシック風の音を作り、それを参照させてブラスもクラシック風にする。元の曲がポップスでもストリングス経由でクラシック風のブラスが生成できるわけだね。それじゃ次は木管楽器のウッドウィンズ。これもブラスと性質はよく似てるよ。コンテキスト範囲をクラシック風にすればクラシック風のウッドウィンズが生成できる。ただコンテキスト範囲がクラシック以外の時はブラスとウッドウィンズの挙動は大きく異なる。クラシック以外のウッドウィンズは伴奏がほぼできないという特徴があるよ。だからコンテキスト範囲を曲全体にしても
ボーカルメロディーを笛で吹くだけになる。メロディーだけのパートになりやすいから、その特性をうまく利用できると面白いね。それとウッドウィンズは木管楽器以外の別の楽器が混じりやすい欠点がある。木管楽器系のスタイルを入力して木管楽器要素を強めた方がいいね。それじゃ次は木管楽器パートを追加してオーケストラアレンジを完成させてみよう。オーケストラの響きは弦、木管、金管、3種類の楽器が混ざった響きなんだけど、現在のスノではこの3種類の楽器を均等に混ぜた曲を作ることはできない。弦楽器系スタイルの効果が強すぎたり、金管楽器系スタイルがジャズになったり、スタイルの工夫だけで作るのは難しいね。スタジオを使わないと作れない曲だと思う。スタジオでオーケストラアレンジを作るときはまずは音域のバランスに注意した方がいいね。今回使った3種類のオーケストラ楽器は生成時に低音担当の楽器が出にくいんだ。だから単純に各楽器パートを作るだけだと大抵の場合は低音部分が弱くなってしまう。対策としては低音部分のパートを別に作るのが理想的ではある。この場合はストリングスとかベースではなくカスタムを使って生成するといいよ。例えば弦楽器の低音担当であるコントラバススタイルで生成する場合、ストリングスプラスコントラバススタイルだとコントラバス以外の弦楽器の音も鳴ってしまう。ベースプラスコントラバススタイルだとコントラバスがベースのように演奏されちゃう。だからカスタムのスタイル欄ではなくインストゥルメント欄にコントラバスと入れるといい。カスタムが一番成功率は高いと思う。でも失敗することもそこそこあるよ。苦労したくないなら生成は使わずに元の曲のベースをそのまま使うのもありかな。今回の BGM はスピードメタルを素材にして同じようにオーケストラアレンジしたけど、元の曲のドラムとベースを残して低音域の弱さをそれでカバーしているよ。もう一つの問題点はストリングスが実際のオーケストラより目立たないことだね。この方法だと最初に作ったストリングスは元の曲ポップスの影響しか受けていない。だからオーケストラの主役楽器としては弱い感じの音になってしまっている。この2つの問題点を修正してさらにオーケストラに近づけてみようか。
こんな風に生成した楽器パートを組み合わせて曲を作る方法はうまくいかないことが多い。スタジオの生成は元の音を真似るから、こんな風に連鎖的に楽器を加えていくと、どの楽器も同じようなメロディーになる。これは音楽として不自然になることが多い。でもオーケストラは多くの楽器で同じメロディーを演奏する手法を使っている。だから適当な生成でもそれなりにはなる。スタジオの生成と相性がとてもいいね。ちなみにさっきの実例の中で楽器パートに無理やりステムをかけて音を分割したけど、これは成功率が低いからおすすめしないよ。多めに見積もっても成功率は半分以下かな。1回50クレジットかかることを考えると成功率が 100% でもおすすめはできないね。それじゃ今日のテーマの話は終わり。最後に少しスノの訴訟の話をするよ。まず今後の大きな変更点の一つはダウンロードに制限がかかることだね。スノで生成した曲が市場にあふれている。その量を減らす対策だと発表されたから、相当厳しい制限になりそうではあるね。詳細は未発表だから想像でしかないけど、これってこのチャンネルにとっては非常に大きな問題だったりする。1動画につき20曲くらい紹介してるから、どう考えても制限に引っかかりそうなんだよ。場合によってはチャンネル終了まであり得るレベルの話ではあるね。もう一点は AI が学習するデータが次のバージョンから大きく変わること。そもそもの学習データが変わるからスタイルの効果は一気に変わるだろうね。そして既存の学習データを使っている V5 以前のモデルは今後使用できなくなる。つまり現在のプロンプトの効果は新スノでは別効果になる可能性が高く、問題のある旧スノは今後廃止されるから、それ以降は完全に無価値な情報になるね。でもまあ程度の代償はあるにしても、 V4 から V4.5 の時も大きく変わったからね。スタイル解説をやり直せばいいだけで、こっちはそんなに致命的な変更ではない。新スノでは同意を得られていればアーティスト名も使えるようになる。これは生成新時代が来そうな感じで、スノユーザーとしてはワクワクしてるよ。だからこのチャンネルにとっての問題点はダウンロード制限がどうなるかだけだね。続報を待って詳細が分かったらこのチャンネルの今後を考えていくよ。それじゃまたね。